こんにちは、かくすくです。やっていきましょう。ドアーズパラドックスです。次、フードファイト。前回はゲーセンによりまして、今日は寿司を食べに行くところからですね。行きましょう。寿司で、いっぱい食べたいものがあるけど、回転寿司ね、意外と食べきれないからね。結構厳選しないといけないんだよね。どの文明の歴史にも選択を迫られていることに気づかなければいけない時が来る。はい、日本にもあったわけですね。あ、クローズドだ。まったく、こっち側はまだってことだね。まあ、はっきりしてありがたい。なぜアボカド。なぜアボカド。お、あ、あ、いただきまーす。宝石集めました。で、上の配膳ロボ、ドローンだな。プロペラか。はい。ほんで。え、どうすればいいんだい？アボカドいる？いらないか。アボカド寿司を作るのか？この下のさ、3とか、あ、3、あ、全部3個ずつか。ぼっち。もう一割れが必要です。あ、気づかなかったけど、猫がいる。チャトラ猫がおるぞー。かわいいなぁ。あ、あー、このパターンか。このカーペットをちょっと見逃しがちよね。なんだこの鍵は。どこの鍵？閉まってるところ、開けられる？あ、これっぽい。オープンでーす。チーン。わーい、寿司。回転寿司だ。わっ、なんだ、ドラゴンが。竜が表示されて、これは椅子を持ち上げて、あ、これタコだ。半分側。よし、宝石これで2つとも集め、タコ刺すとこあったよね、ここね。タコだったのね。太陽か何かかと思ったけど。わっ、魚がいっぱい。わい、これ何の魚かな。サバ、サバじゃないな、アジかな。マグロ、マグロにしてはちっちゃいな。あ、ここに入れて、え、魚違うな。あ、アボカドが足りないって。アボカド、レモン、魚、エビ。オープン。あ、オーダーか。うわー、出たな。これの通りにせんということだね。黄緑、赤緑、黄緑、赤緑。回すことはできる？できない。じゃあ緑はこれだけでね。赤緑、赤緑、これか。いや、こっちかもしれんな。下が赤緑、赤緑。つまり、こっちはここだな。赤緑、いや、違うな。これかもよ。赤、赤、赤、あー、これいい感じ。赤みど、赤みど、赤みど、あー、やっぱここに使われるから、ここの赤みどはここしかないんだな。とはめられるのはこことここだけ。あ、これ寿司だったの。なるほど、なるほど、なるほど。あー、あ、猫ちゃん。ドローン、あー、なんてこった。猫ちゃん。やってくれたな。じゃあこの寿司私がいただけませんか。ブリカーパズルのピースだって。降りたら猫ちゃん爪引っかかった。それじゃないんだな。パズルのピースって言ってたよね。これなんだ。あ、違う、これじゃないんだ。降り、ここさせないよね。え、ここはもう終わり。パズルのピース、これなんだ？これでいいの？あ、これもう終わりが近いような気がするな。扉？あ、なるほど。うん。あ、あー、なるほど。こうじゃない？うん、オッケー。え、
早かった。もうちょっと寿司楽しみたかったな。寿司食べたくなってきたな。巻き寿司、かっぱ寿司。かっぱ寿司意外と美味しいよね。きゅうりが入ってるだけなのになぜか美味しい。で、ご飯、きゅうりとご飯一緒に食べるなんてないよ。だったらなんで美味しいんだ。宝石ゲットして、なんかが必要で、野球用バット。あ、これ割れる。あー、行っちゃったなー、思いっきり。かわいい野球っぽい曲が聞こえる。ディスコって書いてある。気づかなかった。ディスコだー、踊ろうぜ。開いて、あ、 USB だ。なんか先進的な、近代的なものが来たな。おっと、あ、こりゃん、右を向くときに光るな、全部。だろ？あ、止めることができるんだ。全部を右向きにしろっていうことかな。あ、なるほど。あ、なるほど、なるほど。とりあえず縦合わせようかな。うん、なんか縦で合わせることによって自動的にいい感じになってくれてそうで、こっちが右。よし、これでいいでしょう。オッケー。あ、ロボットちゃんが、あ、ディスコが始まるよ。ディスコが始まるよ。私巻物見つけてないな今回。で、カセットテープ入れちゃうよ。結構な音量出そうな予感がするな。え、プレイ。はい。まさかの音ゲー。じゃん、じゃん、ダン、じゃん、ダン、じゃん、ダン。やった、コンプリートだよ。あ、2面もある。はい、ダン、ダン、ダン。あー、ちょ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 、ダン乗りすぎた。ダン、ダン、うん、ダン、ダン。え、ダメ。ダン、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 ダン。あんまり乗りすぎちゃダメだな。緑になったらとりあえず押すぐらいじゃないと。いいよ。ダン、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 ダン。全然曲に合ってない。まあでもこっちの方が確実だな。もうちょっと遅れるのも許してくれればいいのに。早いのは結構猶予あるのに。よいしょ。はい、オッケー、コンプリートです。意外と音量ちっちゃめだったね。道具をゲットして、どうかな。これなんだ。なんでもないか。巻物はどこかな。当たりないっぽい。これどこに入れる道具です。あ、これ負けそう。かっちゃん、あ、やった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 。でももう片方、あ、こっちもいける。買い回し可能。よし、ヒューズをゲットして、出して、えい！やったー！え、これ開いちゃう？ひょっとして。ダメだよ、私まだ。見つけてないぞ、巻物を。どこ？巻物。対戦ロボットくんでもないし、この中、あー、そっか！
開いちゃったらもう強制になっちゃうんだ。いや、巻物は順番で読みたいよ。もう一回だ。ふ、それに青も見つけてない。え、どこがあったかな。扉は開けないようにしないとね。ここら辺壊れてるのも気になるけどね。え、これの後ろにあったりする？いつもの流れだと。パリーン。いや、ないなぁ。え？どうだ？アイゼンロボットくん USB 取って、USB 差し込んじゃったらもう進んじゃうもんね。ん？どこだ？どこだ？あ？ここでここに熱中しちゃったから。いや、でもないな。この裏にあったりもしない。この周りに。あれ？こんなところにあった。二つの正反対のものはもうバランスを保てなくなった。ねえ、どっちかを選ばなきゃね。じゃあこっちの提灯もだ。あ、来た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 。よし、戻ろう。メインメニューに戻っちゃった。よし。え、サイバー犯罪者。ポリス。ポリスに、私犯罪者ですか？捕まっちゃうんですか？自首しに来ました。よいしょ。よし、オッケー。今回はすぐに宝石が出たぞ。お、手錠があるな。鍵を見つけないといけないかな。これ引っ張れそう。うい。あ、いいぞ。鍵、リップ、お、そしてこれは宝石だ。です。うん、よしよし。あとは巻物だけ。わー、ポリスロボットの、あ、後ろに巻物があると思ったら違うな。ポリスロボットがいるな。あ、これバッジで、あ、バッジ持ってない。なんかもうこの切符でバッジ持ってるような気持ちになってたけど。ここに切符かな？ちゃか。あ、そこ。あ、開きますか？あ、やった、バッジゲット。勝手に。カーの中から勝手に取っちゃったな。あ、これはもう入れたやつだね。で、これひょっとして鍵ってこれ？あ、いけたいけた。手錠が開いて、わ、スタンガン、テーザー手に入れちゃったな。あー、ここ、あ、テーザーでいける？ビリビリ。どうする？あ、ちょっと待って。何が起こった？何が起こったんだい、これ。あ、なぜかうまくいっている。あ、じゃ、画面映しちゃうからいけないんだ。赤こうやって、青こうやる。なんかいかん。なんかうまくわかんないけど。うまくいってるな。なんかよくわかんないけどうまく、あ、そうなってたのね。なるほど。おっと、あっと、青。と、黄色。オッケー。お、バッジがありますが、大丈夫かな。え、あ、でもまだなんか足りないっぽいね。ここをちゃんとやってないな。なんだこりゃ。赤い線に触れずに、あ、なるほどなるほど。真ん中のが回っているから、あー、違うな。同じところは通れない。あ、同じところ通れる。赤いとこはいけないんだよね。真ん中のあれをなんとかして取らないといけないんだろうけど、あ、来た。オッケー。よし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 。あ、これを無力化した。までバッジを入れたら、
バッチを、あ、やれ。あ、もうバッチ入れた効果は継続していたのか。ちょっと胸を拝借。シリンダー部品をゲット。私はまだ巻物と宝石片方を見つけていないぞ。ここかな。この下のは調べられないか。あ、どうかな。これ怪しい。あ、違うか。ここが、あ、ここ開いてないや。わ、ロボットがやられているな、思いっきり。あ、2個目のシリンダー部品。私は巻物を探しているんだがな。探しない。あ、探しあったー。人類が次の進化を遂げるにはどちらかを選ばなくてはならない。また結局選ぶの？だけど今までさ、結局他方だけが強くなりすぎて結局失敗してたんだよね。今回に関しては私はどちらかを選ぶんじゃなくて、ちょうどいいくらいの感じを目指してほしいんだと思ってたんだけどな。開いちゃうな。赤の宝石見つけてない気がする。レベルクリアですが、あ、見つけてた。忘れてた。じゃあ行こう行こう。吸血鬼の日記。次は吸血鬼のステージになりましたね。ここ何かはめ込むっぽいですね。あ、バラがいっぱいあるよ。あ、バラ、あ、なんかすごい平面なバラだな。あんまり気にしちゃいけない場所だったのか。あ、これなんか取れそうじゃない？あ、違うか。あ、やったー、いきなり宝石ゲット。あ、巻物もゲット。トーチじゃなくて私は巻物だよ。あなたは変化と不確実性の力であるカオスを選ぶのか？あー、そういう言い方されるとカオスもいいなーって思うなー。変化をね、取れないみたいな。大事だと思うよ。あ、燃えとる。あ、燃えとるけど、これは宝石ではない。こりゃなんだ？あ、これ3つ取れない、取れる感じで、に取らなきゃいけないっぽい。あ、なぜそこに行った？あ、ここ、ここ、四角はめて、青の宝石。これで全部コンプリートだね。トーチは、あ、燃えてる、ここ、トーチ、無理か。ん？私はまだトーチしか手に入れていないぞ。あ、回す感じ。三角、角、角か三角、両方持ってないな、私は。え、このトーチどうするんだろう。これもう溶けたりする？溶けないと思ってた、勝手に。あー、こういうマークあったかな。どっかある？これは取れるものじゃないよね。逆に刺すものだよね。ここに見えてるとか。うん、違うなぁ。え、困ったなぁ。困ったぞ、これは。わからないな。この人を動かせたり、あ、しない？あ、これ回すやつだ！あー、そっかそっか。こういうパターンか。あ、なるほどなるほど。よし、こうだ。あれ？あれ？トーチ？違うなぁ。ダメ？いい気がするんだけど。そう。え、これは回せない。あ、じゃあこれかな？あ、あれ？ダメだ。何かを刺さなきゃいけない。なんだ？若干模様が違うね。あ、これは違って、レンガも無理で、ここまだ触れなくて、
ここは回せるだけで、ダメで、どこだ？天井も今回はない。これ？こんなマークまだ見てないぞ。これ、いかんのですか？装置。ダメか。困ったな、こりゃ。困ったぞ。のレンガ壊せない？壊せない。これダメなんですか？トーチ火つけられないんですか？このトーチって本当に火つけるタイプのトーチかな？逆にこっち違うのか？なんだと？こっち側から。いや、このパターンはないよね。やっぱこうだなぁ。ん？これはもう、あれ？あ、引っ張れるじゃん。なんだなんだ。落として、何を目的にしてるんだ、こりゃ。ここにこれを持ってきてっていう話か。この色をここに持ってこいって言ってる。で、赤色をこっち持ってって、一回緑を取り出さないといけないから。色がちょっと邪魔だな。緑をいっぱい持ってこられない？ちょっと 酔いそうだな。私は大丈夫だけど、動画見てる人酔うな、これ。紫を一度あっちに持って、しかし、黄色と緑がどうも順番が逆なんだよな。まあ、いっか。赤、紫を、なんか正しいところに置いてあげて、黄色、緑持ってくる？一回。と、赤、紫。緑がいって、緑と紫が逆なのが良くなくって、でも一回黄色を奥に持ってったね。これで違うよ。よしよしよし。連れてって、こう、紫、一回こっち、紫はそこで黙っててください。落ちる。赤が落ちる。これひょっとしてさ、回すんじゃなくてさ、ダメだ、回すしかない。紫さん、あっち行って。そっち、そっち、そっち、そっち。すりゃいいのこれ。そういう力技の話じゃない？いや、そうしかないよな。
緑でもらって、ピンクさん、あ、ちょちょちょ紫さん、ここに留まっててお願いだから。なんで来るの？そりゃ来るよね、重力的にね。ちょ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 、難しいな。赤さん行ってもらって、緑、紫は戻ってもらって、緑と赤までやってくるんだよな、こっち。あ、ちょ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 、緑や。あー、結局こうなる、結局こうなるのよ。赤、赤戻って、赤戻ってください。紫は来ないで。あ、赤もうそっちに戻ってくるんじゃないよ。くっ、あー、紫が来た。あー、やだちょっと、お、でもいい、いい流れではこれ。あ、よし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 、は行って、よし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 。あっ、ちゃい、あー、ちゃい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 、あー、違うんだ。どうしたいんじゃない。よし、そこで、あ、これ、あっ、ちゃっちゃーん。あ、オッケーオッケー。つ、一回こっちに詰めてもらって、で、すだよ。あ、ちゃい、大変だった。扱いが難しかったな。ん？これは何ですか？パズル、あ、パ、かけら、きた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 。もうこれはもう準備万端なので。はい。はい、はい、はい、はい。はい。はい、オッケー。あ、だだ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 。フォーカスしたのに。ハンドル、でも。せいせいせい。オッケー、赤ハンドルで、これか、木三角と、ここは、あ、わー、いっぱい出てきた。うん、虫、ツノ、ベル、ヤギ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 、お、写真ゲットです。虫室の、虫、あれ？あ、違う違う。虫、うん。角、角、ベル？どれがどれを、ヤギ。よし、じゃあ、あ、角これで合ってたのか。あれ？あ、これ、鍵か。写真はここか。置いて、よし、ぐるぐる回した、ぐるぐる、わー、地下への道が開いた。いきなり怖いことするじゃん。あー、人がいる。バットマンの鍵、トーチで、あ、ドラキュラか。そっか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 。ドラキュラは火に弱いんだな。あー、ごめん。なんかただ寝てるだけのドラキュラを殺してしまったな。何にも悪いことしてなかったかもしれないのに。トマトジュースでなんとかしてたかもしれないのに。よし、レベルクリアです。とりあえずはね。いやー、苦労しちゃったな、今回。うん、時間がかかったので、今回はここで終わりにしましょう。次回最終回になるのかどうかわからないところですが、次回も頑張っていきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。